はい、皆さん、こんにちは。今日は新しく買ったコーヒーミルの紹介をしたいと思います。で、買ったやつはね、ラッセルホブズっていうメーカーのやつですね。で、もともとね、これ、薄式のね、このハリオスマート G っていうのを持ってたんですけどね、これ豆挽くのに時間かかるんですよね。で、時間かかる上にね、20g しか豆挽けないんでね、で、夏場だとね、アイスコーヒー入れるのにね、だいたい豆はね、4杯分、アイスコーヒー4杯分でね、30g 前後は使うんでね、1回じゃ引き切れないっていうのがあってね。で、こっちの方はね、1回でね、60g ぐらい豆を引けるんですよね。で、なおかつね、時間もね、こっちだとね、もう、2回に分けて引くんでね、2、3分は豆引くのにかかってたんですよね。これ、こういうこう電動の刺して、こう、ぐるぐる、こう、電動で回してやるやつなんですけどね。で、一方ね、こっちはね、このカッター式、このカッターで、やるやつでね、すごい早いんですよね。60g で、中挽きでね、15秒ぐらいかな。10秒、15秒ぐらいで弾けるっていう感じなんでね。早いっていうんでね、ちょっとこれを買いましたね。で、これ特徴としてはね、これ外せるんですよね。で、普通のミルだとね、普通のカッター式のミルだとね、外せないんで、こういう豆をこういう感じでこうシャーって入れる感じだったんですけどね。これはもう取り外しができるんでね。だから豆入れたりとか粉入れたりするのがすごい簡単なんですよね。じゃちょっと早速豆を挽いてみようと思うんですけど、これね、豆測るんですけど、ちょっとこれ豆ね、トワルコトラジャ豆なんですけどね、ちょっと適当に。やべ、こぼれた。やべ、こぼれる。ちょっと待って。一度に 60g いけるんで、落ちたのちょっと入れて、で、もうちょい、60g、一応マックスってかこの線があるんでね、多分この線に合わせて入れろって話だと思うんだけどね。で、60g っつうとね、アイスコーヒー8杯分なんでね。で、最近買ったポットは12杯分なんで、80、もっと、もう20ぐらいやっていい気するんだけど、ちょっと、定格、ね、定量が60っつうんでね、ちょっとこれでやってみたいと思いますね。すごいうるさいです。じゃ、で、こう豆入れて、ここのボタンを押すとね、豆が引けるんですよね。いきます。とりあえず10秒いってみますね。多少ちょっとこのカップに飛ぶかもしれない。そんなでもないか。これでね、ちょっと、結構もう弾けてんすよね、これでね。ただちょっとね、やっぱ弾きムラがあって、これ粗いんでね、あと5秒ぐらいやれますね。俺的にはちょっと15秒ぐらいやった方がいいかなってところね。あんまり粗いとね、抽出できないんで、もう15秒ぐらい、あ、15、もう、もう5秒、5秒ぐらいかな。こんな感じかな。これで、もう弾けた感じになってますね。これで60弾いて、使えるって感じですね。ちょっと粉この辺落ちたりとか、カップはそんなつかないんですけど、この上のカップね。そんな感じでね、豆がほんと一瞬で弾けるんでね、これだと粉買わなくてももう豆で全部いけるなって感じですね。ちなみにね、値段はね、3000円台ですね。4000円しないぐらいの値段でね。ちょっと音うるさいですけど、結構おすすめですかね。デザインもいいんでね。このヘアライン加工になった感じの金属製の出ててね。ちょっとおしゃれなんでね。おしゃれで使いやすいですね。このカップはね、ちょっと洗えないんでブラシ清掃なんですけどね。
まあ別に衛生的には、まあどうせコーヒー豆だし問題ないかなって感じですね。うん。はい、というわけでした。ありがとうございました。